篠田裕介は、日本の実業家、音楽家。東京都生まれ、埼玉県出身。株式会社サムライファクトリーの代表取締役兼、創業者。1999年、合資会社ノベルティワークスを設立。2001年、株式会社キープライムを設立。2002年12月、株式交換により、株式会社キープライムを楽天株式会社二条と、 会社化。2003年11月、ハニワシステムを創業。2004年5月21日、ハニワシステムを法人登記し、有限会社ハニワシステムに。2005年10月、株式会社忍者システムズを買収。有限会社ハニワシステムに吸収合併し、会社名を有限会社サムライファクトリーに解消。2006年4月、組織変更により、 株式会社サムライファクトリーに解消。2006年9月、株式会社コンソートを設立。取締役会長に就任。2010年2月、サムライファクトリーの代表取締役会長に就任。2010年7月、サムライファクトリーの代表取締役会長を退任。2011年8月、株式会社ルーナファクトリーを設立。 代表取締役社長に就任。2015年12月、株式会社サムライファクトリーに代表取締役社長として復帰。ありがとうございます。